スムースフェイスドピレニアンシープドックスムースフェイスドはフランスのピレネー産脈原産の牧羊犬種の一つである。別名はベルジェでピレネーファスラス。ピレニアンシープドックロングヘアードはこれの原種である。ロングヘアードダネと同じくその先祖は紀元前7000年から6000年頃にクロマニヨン人によって飼育が行われていたのではないかとも言われている。 スムースフェイスドがいつ誕生したかについてもはっきりとしたことはわからないが少なくとも13世紀には犬種として成立していたことが確認されているスムースフェイスドはロングヘア種の2つのコートタイプであるロングヘアタイプの犬とゴートヘアタイプの犬を掛け合わせさらに別の牧羊犬種の血を入れて作出されたその結果誕生したスムースフェイスドはその名の通り顔の部分のコートが短くなった これによりロングヘア種の欠点であった顔までかかってしまう長いコートが解消され犬の視界も開けて作業能率を大幅に向上させることに成功したロングヘア種と同じく主に牧羊犬として羊の誘導を行うのに使われている同地域原産のグレートピレニーズとコンビを組んで仕事を行い本種が羊の管理誘導グレートピレニーズが 羊の声を行うような役割分担が設けられていた。スムースフェイスども第一次世界大戦が起こった際には、小柄な体で賢いところを買われ、軍用犬として徴兵された。軍用犬としての任務は、飛行機から地上へパラシュートをつけて降り立ち、特定の人物のもとへメッセージを伝える、伝令犬、隠れた敵の軍人を探し出す、偵察犬、 怪我人を探して救急箱を届け、本部に怪我人がどこにいるのかを伝える救護犬などとして働くことであった。スムースフェイスドはロングヘア種に比べて、メンタル的に強い犬であったが、やはり劣悪な環境下での飼育が体にたたったり、敵の銃弾に倒れる犬も多かった。しかし、伝令犬として非常に優秀な働きをし、 一部の犬は第二次世界大戦が起こった際にも引き続き使用された。もともと頭数はあまり多くない犬種で、現在も多くはフランス国内で飼育されている。不思公認登録後は安定した機質から家庭犬として注目されているが、あまりヨーロッパ圏外では浸透していない。日本でもまだ正式な国内登録が行われていない。 ロングヘア種と比べると、コートが全体的に短めで、足が小さく動は短い。性格等もかなり異なっている。その名の通り頭部、特に顔のコートが短いが、そこと足の全部以外は、柔らかいロングコートが覆っている。ちなみに、スムースフェイスドとロングコート種のコートの長さを著名な犬種に当てはめて、比較すると、 本種のコートの長さはおよそゴールデンレトリーバーと同じくらいか、それより少し長い程度であるが、ロングコート種のコートの長さはシーズーと同じくらいの長さである。本種の毛色はブラックやブルー、グレー、ダークマール、グレーブラックなどがある。耳は半タレ耳、オアサーベル型のタレオで、耳と尾には飾り毛がある。時にはオオ、半分の長さにダをして、 ポンポン状にすることもあった。マズルは先が尖っていて、頭部は少し小さめで、体は筋肉質で引き締まっている。足は長く身体能力が高い。口角は上がっていて、顔つきは優しい。体高はオス40から5 4ンチメートルメス40から5 2トルで、体重は雌雄とも2 2ラム前後の中型犬サイズは ロングヘア種よりも大きめである。性格は明るく人懐こく、ナ七酒深い。ロングヘア種とは違い神経質な面はなく、気質は安定していて適応力も高い。初対面の人や犬に対しては若干警戒心を持つが相手が危険な人物でないと察すればすぐに打ち解けることができる。子供や他の犬と遊ぶことも大好きで攻撃的な面はない。しつけもよく入り、 状況判断力も優れている。家庭犬として最適な犬種で運動量が多めであることを除けばとても飼育がしやすい犬種である。かかりやすい病気は運動の質疑によって起こる関節疾患などがある。ありがとうございます。